絶望系閉じられた世界は、谷川流による日本の小説。電撃文庫より、ライトノベルとして2005年4月に刊行され、後に、絶望系のタイトルに解題されて、新潮文コネックスより2014年10月に、復刊された。電撃文庫版のイラストは G、ムニオ、新潮文コネックス版の表紙イラストは、フケが担当している。 電撃文庫版のキャッチコピーは、記載が送る、衝撃の実験作、新潮文コネックス版のキャッチコピーは、封印された記書と銘打たれており、いずれも奇抜な内容がアピールされている。剣語のもとに天使と悪魔と死神と幽霊が現れ、困り果てた剣語は、きつきに相談を持ちかける。物語は主に立て後の部屋で進行し、3日間の奇妙な同居生活と噛み合わない、会話。 幽霊を殺した、猟気殺人犯の犯人探しと、その犯人との対峙が描かれる。物語の結末で、事態を仕組んだ神名は、悪魔と共に世界を絶望させるべく旅立ち、剣後は、天使と共に、それを阻止しようと後を追う。登場人物たちが解散した後、ある真相が明かされ物語は終わる。電撃文庫版では、表紙のほか、各章の扉に g 無尿による、 本文イラストが挿入され、ライトノベルの定裁で出版されている。出版社を変更して復刊された、新長文コネックス版では表紙のみふけのイラストが用いられているものの、本文にはイラストが用いられていない。ありがとうございます。